この動画は部屋を明るくして離れてみてね。おばんです。デブと仲居です。前回の続きです。我が名はカール・アウグスト・ナイトハルトの称号をゲットしました。すごい称号を与えたものにつまらんお使いを頼むなよ。ふざけたこの野郎。なぜ、護衛をつけなかった？バカかお前は！はぁ？そんなもんがあるならサタンガンダム討伐前に渡してほしかったよ。舐めた真似しやがって。このバーサルソードは絶対に確保しましょう。ゴールドシリーズは高く売ることができます。行くぞ。カーン。メンバーはガンダム、アレックス、先生、セイラさん、ダブルゼータです。ゼータとニューは不要だ。おめえの席へねえから。ニューは攻撃魔法のスペシャリストなので不要だ。このゲームでは攻撃魔法は使えません。ゼータはアレックスの介護官なので不要だ。魂の玉を使えばこのイベント終了です。あー生き返るわ。船をどけたので外に出られます。ラッキーボーイだぜ。南にあるでかい塔に入ります。このハゲに話しかけると宝珠がないなら帰れと言われるけど無視しましょう。アイマスクをゲットします。ラクロアの預かり所に行くと女王の鞭があるので引き出します。そしてお店でレザースーツを買います。女王の鞭、レザースーツ、アイマスクを装備すると強さ100、防御200ボーナスになります。ラッキーボーイだぜ。現時点ではガンダムよりも防御力が高いです。
まあ、雨はめちゃくちゃだよ。スーパーサイヤ人もとい、スーパーセイラさんですな。我が妻に迎えたい。圧倒的じゃないか、我がセイラさんは。我が妻に迎えたい。アルガスに行き、海の色の違いがある場所からひたすら上に行きます。そうすると本来は3つの宝珠を集めなければ来れない先ほどのでかい塔の上部に行けます。まるで意味がわからんぞ。不思議な好みを買います。サラマンダーよりずっと早い。バラモス城に入ります。こいつは大したことはないが連戦なので温存して戦いましょう。ちなみに勇者の兜を一番上に置くと預言者の服と同じで回避率2倍の効果があります。2倍。ちなみにこいつはビットが効きます。ラッキーボーイだぜ。軟弱者。
この戦いは長期戦になるので、今までの録画方法だとうまくできなかったので録画方法を変えたので映像が悪いことを謝罪します。こいつは強いです。ラストボスよりもきつい戦いになります。こいつにはビットが効きません。しかしマホトーンは効くので封じましょう。こいつはザラキを使うので封じないと非常に危険です。魔法を封じてもきつい相手です。怒涛の3連続クリティカル。なかなかやるじゃない。うわっ、やられちまう。ネモゲーでしたね。なかなかやるじゃない。Thank you.
優しくて、純粋な心の持ち主？わかった。セイラさんだ、あれ？今ここで証明しろ！なぜかフラウ姫が隊列に加わってますな。ああ、めちゃくちゃだよ。なぜかガンダムしか行けないのに、先生とセイラさんも行くことができます。ああ、めちゃくちゃだよ。ゼータとニューは、おめえの席いねえから！ビットが効きます。こいつらは強くはないです。
どんなに強いやつでも耐性に弱点があると弱いです。ここ薬草をドロップした字幕を読み飛ばして何をドロップしたかわからないので悩んでいます。最悪ですね。このゲーム収録は1日でクリアして録画したのでかなり疲れていました。なぜか先生とセイラさんがいる？ああ、もうめちゃくちゃだよ。こいつは3回攻撃をしてきます。先生無双。軟弱者。ビットが効きます。ラッキーボーイだぜ。ただ3回行動できるので即起きる場合がかなりあります。なので気絶している時でもアレックスかセイラさんはビットを使います。倍速しても3分間戦闘しています。
のは先生とダブルゼータだけでガンダムですらクリティカル以外ではダメージを与えることができませんが、こいつとラストボスはガンダムがとどめを刺さないと永遠に倒せません。ガンダムはピッコロみたいな元は一人だったようだ。 Google アースかなんかで見ればわかりますよ。ちなみにバーサルソードが炎の剣、霞の鎧が光の鎧、力の盾がドラゴンシールド、勇者の兜が光の兜に変化します。先生が主役みたいな感じ。カーン、はい、このゲームのラストボス戦です。4回行動します。状態異常攻撃をしてきますが、ガンダムが戦力になっているのでブラドラ戦より楽です。火力がガンダム、先生、ダブルゼータと3人になったのは助かります。ラストボスなのにビットが効きます。4回行動なので常にビットはかけ続けなければダメですな。長いので約2分間倍速。
ままでは全滅だな。この状態でもビットはかけ続けます。ちなみにこのダンジョン内でメガボックスや魂の玉を買うことができます。あー生き返るわ。また2分間倍速。このゲームでの難関はビグザムかブラックドラゴン戦ですな。先生とセイラさんは帰ったようですな。どちらが勝ったかは先生とセイラさんは知っていますよ。Thank you.
サマーン様の出番が少ないな。我が妻に迎えたい。精神崩壊してますな。お前頭がおかしいよ。おばんの出番もこれだけか。我が妻に迎えたい。コメントしたいキャラはすべて登場したので、あとは垂れ流します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。